てってれーと。軍人さんがご飯食べに来てんのかな。缶の中に、あの服のまんま入って、のびたび。はいどうもこんにちは、じゅんやです。いつもお世話になっております。前回に引き続きバッタンバンのね、ちょっと川沿いのね、ちょっと行ったところをうろうろしてるんですけれども、今日はね、そこのね、この川沿いのレストラン、前に1回ね、ライブ配信の時にちょっと立ち寄ってね、飯食ったんですけど、スパゲッティ食べたんですけどね、3ドルでね、結構ボリュームのある美味しいスパゲッティが食べれたので、またね、なんか美味しいもん食うてその様子を晒してみようかなと思っております。まあとりあえずここをね渡りますね。まあ、僕が泊まってるねガネーシャから歩いて10分ぐらいのとこかな、ここはな感じなんですけれども、よいしょ、こんな感じのね屋外にねこういうテントが設置されてる感じのレストランですね。お、軍人さんがご飯食べに来てんのかな、すごいね。うん、よいしょ、はい、ザ・リバーっていうのか。ささーい、ハロー、Can I see メニュー?あ、これ?うん、あかん。これを持ってどこに移動しよう。川沿いのね、川沿いのコイラの席でいいかな、ここにしよう。まあ、こんな感じでね、開放的な感じで、食事がいただけるところとなっております。はい、メニューがねかなり分厚いんですよね、これかなり分厚くてね、かなりいろいろあるんで、すごいいい感じのメニューがね、こういうのは 2.5 ドルとかでいただけるんや。エッグレシピね、卵とトースト系のやつね。今こんな感じでね、だいたいこの辺は 2.5 ドル。あ、これフードライス、あ、ご飯系のこういうのは2ドルとかで食えんねや。ロックラックとかは 3.5 ドルとか3ドルとか、チャーハンも 2.5 ドルとかで食えんねんな。いいじゃない。あ、このポテトとかいろいろついてるやつで4ドルか。ヌードルね、あ、この辺のヌードル、熊谷ヌードルが 2.5 ドルとか。写真あるのはいいけど画質がね、これ A なのかな、写真なんか絵なんか分からんぐらいの画質になってる。あ、このねスパゲッティ、あ、 3.5 ドルやったか、 3.5 ドルやったんやな。これ4ドル出したらなんかさらにゴージャスな感じ。でもこれもなかなか豪華や。スパゲッティベーコンとかね、いやーうまそうやな。どれにしようかな。あ、バーガーもあるよと。バーガーもあると。でこっちは何や、バゲッテなんでしょうね。バゲッテってなんでしょうね。ミックスサラダとかね、なかなかボリュームのありそうなサラダやな、これ。サラダ多いな、サラダいろんな種類。うまそう。ドライフードとかもあんねん。アジアン、アジアンも出てきたよと。んでこれもアジアン、ディープフライド、揚げもんもあるよと。揚げもんの盛り合わせで6ドルとかか。あ、10ドルの、あ、オーストラリアステーキか。ステーキもあんのか。ビーフステーキ6ドル、オーストラリアステーキ10ドル。だいぶ値が上がるね、オーストラリアさんは。へえ、バジルフロッグスープ、カエルのスープがあるよ。カエルのスープ 4.5 ドル、まあまあ高いな。あ、スイーツ、果物の盛り合わせみたいな2ドル、サンドイッチスイートミルク、これで3ドルすんねや、高いなそれは高ない。ちょっとグリーンカレー、めっちゃグリーンやな、すごいな。あ、パンケーキもあると。まあ、そんな感じ。あとカクテルもね、うわ、カクテルこの辺9ドルとかめっちゃ高いやん。あ、サイズがでかいのかな。大勢でがっつり行くタイプのやつか、これは。1人前と3ドル。まあまあするね、でもね。まああとシェイクとか、カーフィーとか、まあそんなんですわ。で、どうしようかな。ビアもあんのか。とりあえず、まあ、ざっとメニュー見ましたが、やっぱスパゲッティ食いたい気がするんですよね。この間シーフード行ったんやったかな。この間シーフード食べた気がするから、
今日は何しよう。でこっち見たらなんかビッグヌードルシーフードっていうのがめっちゃうまそうな気がすんねんけど、しかも3ドルちょっと安め。これ行ってみようかな。ビッグヌードルのシーフード行ってみようかな。スパゲッティも気になるんやけども、フライドライスビーフボールとかもある。これさらに安い 2.5 ドル。どれがいいかな。めっちゃ悩むわ、めっちゃ悩むわ俺。でもなんかこのビッグヌードルシーフードにしよう。結局これにしよう。 Excuse me オーダー OK とね、これ Yes。 あとどうしようかな、飲み物どうしようかな。まあいっか、いいや。はいはい、ちゅうことで、注文したんで来るのを待ちましょう。うん、まあこのようなねロケーションで食事ができるということでね。はい、うん、このようなねてってれーと、はい、こんな感じのあのきしめんみたいなやつでしたね。なんか想像してたのとね違ったよくある話ですが、ビッグってそういう意味かあの大盛りみたいなそんな意味かと思ってたら、この麺の一本一本がでかいっていう意味のビッグヌードルでしたね。どっちにしろうまそう。ほな、いただきます。こんな感じのねぶっといやつですわ。うん、うん、うどんみたいな感じ。これ何やろ、まあまあ辛いやつやなこれ。まあまあ辛いけどちょっとかけてみたくなる感じの味のやつですケチャップみたいな、ちょっと濃いめのケチャップみたいな感じかな。うん、あ、いけてるわ。エビさんね、あ、いけてるわ。うまいわ。おいしい、非常においしいね。あ、うまい。あの麺がねほぐれてないとことかもあります。うん、ほらこれね程よくかけるとめっちゃ美味しくなる。程よくかけてよくなじませましょう。うん、うまい。イカかな、イカも入っててエビも入ってて、あと何入っとんやろ。あと野菜と麺かな、卵と人参ね、キャベツね、カリフラワーみたいなのも入ってるわ。うまい。あの漁師さんみたいなのがね皮の中に、まあ、あの服のまんま入ってがっつり潜ってなんか網をね仕掛けてました。すごいね、あの川にもねがっつり潜るってなかなか勇気いるよ。結構これ全部かけてもええぐらいの感じですわ。そんな辛いっていう感じなんじゃないな、濃いめのケチャップ的な。お、なんかおしゃれ、なんかおしゃれ。うまい。のどかやわここの雰囲気、すごいええ感じ。結構たっぷりイカ入ってるね。
なかなかボリューム満点。あー美味しかった。うん、あーめちゃくちゃ美味しかった。いいね、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。はい、ちゅうことでこのように完食ですと。はい、あ、美味しかった。これ何やろ、タイ料理なのかな。うん、タイの料理なのかな。美味しかった。うん、ビッグシーフードヌードル。あー、ほな帰ろうかな。3ドルか、3,40に12,000リエルかな。20,000リエルあったら足りるな。よいしょと。ああ、オーケー。どこ、あっち、あっち、オーケー。 See you。 うん、8,000リエルのお釣りです。ああ、お腹いっぱいだった。はい、ちゅうことでお腹いっぱいにさせていただきました。ありがとうございました。うん、看板と思いきや向こう向いてた。外向けた方が良くない、看板。そんな感じの、ザ・リバーっていう店なのかな。うん、リバーサイドにあるザ・リバーというお店でした。美味しかったよと。なんやろこれ、ホラーやな。これホラー映画があんのかな。うん、これね。ほな、まあ帰ってのんびりまた動画でも編集しますわ。うん、はい。ほな、まあそんな感じでね、こういう世界各地のね、行った先々でのほほんと暮らして、まあお店のね情報とか暮らしについての何がしかをこうやって配信しております。ジュンヤと申します。またチャンネル登録とかねしていただけるととてもありがたいのと、あと親指ボタンとねコメントもねお待ちしておりますので、よろしくお願いします。うん、ほなまた見てね、バイバイ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。